ジャム・アレクサンドル・ド・プルタレス伯爵、ポール・ドラ・ローシュが、1846年、ジャム・ザ・レクサンドル・ド・プルタレス・ゴルジエは、スイス出身の銀行家、外交官、美術品収集家。伯爵、銀行家、ジャック・ルイ・ド・プルタレスの次男として生まれた、亡命ユグノーの末裔プルタレス家の一員である、プロイセン王国に、外交官として使え、 マリア・コンスタンティノープルに施設としておもむいた。1815年に、プロイセン王国の伯爵位を授けられたほか、プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム3世の自重の地位も与えられた。1813年に、ヌーシャケル郊外のゴルジエの所領を購入した際、生にゴルジエを付け加えた。美術品収集家として有名で、1000点を超える。 古典古代の芸術品やルネサンス時代の絵画作品を集め、それらはプルタレスコレクションと呼ばれた。1806年、サンシールスドゥルダンにバンドビル城を建てた。1839年、パリパックに建築家、フェリックス・デュワンの設計になるオテルド・プルタレスを建てた。1824年、バルター・タイという人物からベルンのロレーヌ商園を購入し、 借地人のロイに、荘園の経営を任せた。プルタレスは、ベルン市に住んではいなかったが、親戚関係にあるベルンの旧家シュタイガー家との縁こと、おそらくは財政投資目的からこの荘園を購入したと思われる。1828年、プルタレスは、ドレーヌ荘園の屋敷に、アメリカ人の小説家、ジェームズ・フェニモア・クーパーを迎え、客としてもてなした。フェニモア・クーパーは、 同年の夏から秋にかけて、ロレーヌ少園の屋敷に、長期滞在し、ワキャハン物語シリーズの執筆を行った。妻アンヌアンリエット・ファルコネード・パルジュートの間に4、男2乗を設けた。スエムスコ・エドモンの妻メラニード・プルタレスは、パリ社公会の中心人物として知られた。ヘベーセン S14? ありがとうございます。